皆さんこんにちは、のりこです。今日は桜のねじりあんぱんを作ってみました。お料理サイトを参考にしたので後でリンクを飛ばします。強力粉と桜プラスっていう液体、桜の色になるように、あとドライイースト、塩、砂糖、牛乳とお水と無塩バターを使いました。少し水分が多かったのでちょっとベタベタしてしまいました。桜あんと桜の花びらの塩漬けも使いました。今回はホームベーカリーを使ったので少し楽できるかなと思ったんですけど、手ごねだったら水分が多いのでちょっとやりにくいんじゃないかなと思いました。5分機械でこねて、さらに5分こねてます。そこでバターを加えて少し手ごねをして1次発酵まで持っていきました。オーブンの発酵機能を使って30分ぐらい寝かしました。こちらは桜の花びらの塩漬けを洗って塩を取っているところです。桜の花びらがとてもリアルでした。こちらは乾燥を防ぐためにボールをかぶせています。その後成形をして焼きました。今回は200度に温めておいたオーブンで150度で15分ほどが目安になっていました。あまり焦げずに綺麗な色のまま仕上がりました。桜あんの上品な甘さと桜の塩分がとても美味しかったです。本日もご視聴ありがとうございました。